日本改革党高杉と申します。私は、昨年安倍総理が暗殺されたことをきっかけに、政治家になる決意をしました。自民党という政党は長く与党にいて、日本人の期待に応えていた政党だとは思うんですけれども、長年にわたる与党という体制の中でだんだんと良いものが失われていったように思います。それで私は自民党ではなく日本改革党に参加することにしました。小さな政党ですが、小さな政党には不利な盤面もありますが、良いこともたくさんあると思います。これは小さな鉢に土を入れて種をまき、水をあげることで双葉が芽吹いて、そこから育て上げるという楽しみがあります。これは子供の頃の感動そのものです。私はその感動と可能性にかけて日本改革党に参加いたしました。改革党に参加するにあたって、自分は一体何と戦って何を守るのかということを考えました。戦う相手はやはりこれは全体主義と戦うということだと思います。守るものは日本の伝統や文化ということで、自分の思いに至りました。新聞、テレビ、大きなメディアは安倍総理暗殺後大騒ぎをしていますが、その実一体それが何なのか、何の基準で何を糾弾しているのか全くわからないです。これは全体主義の一つの一環だと思っています。全体主義と戦うということは、巨大なメディアと戦うということであります。日本改革党はまだまだ小さな政党ですが、私たちが先祖から受け継いだものをきちんと継承し、戦うべきは戦って、我々は前に進まなければいけないと思います。私たちは日本人の伝統と文化をきちんと継承し、次の世代に引き継いでいかなければいけないと思っています。戦う日本人がいなくなればそれで終わりです。敗北主義も染まってしまえばそれで終わってしまいます。先の愛知県知事選挙の投票率の低さを見てください。これは大変危険な兆候だと思います。さて、大田区に視線を移してみましょう。大田区は大変広い区域を持っています。まだ全体の半分ほどしか私は見ていませんが、自分の足で見て気づいたことがあります。それは公立の小学校、中学校、高校に国旗が掲揚されていないということです。これは私が現地で実際に見てきました。国旗は国民の意識の集合体だと私は思っています。これはただの布切れではありません。国旗を学校に掲揚する、そのことが日本と日本人に対する愛情を育む情操教育の一つだと思っています。そういう情操教育を受けたものがこの後の世代にたくさん必要になってくると思っています。情操教育を受けた大人たちがたくさん増えることによって戦う日本人が増えていきます。そうすると全体主義をはびこらせることの蔓延を防ぐという意味にもなると思います。日本改革党は大田区のまず基礎自治体の中で、先人の伝統と文化を引き継ぐということをまず優先的に取り組んでいこうと思っています。日本と日本人に対する愛情を持つ、これは愛国心をより繊細に日常的に溶け込ませたという意味を持たせて私は使っています。この愛情を持つことによって新しい令和の時代の政党が生きてくると私は信じています。日本改革党は日本人による日本人のための政治を政策に掲げて活動してまいります。大田区にお住まいの皆さん、日本改革党の活動をどうか応援していただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。